ってる？いいよ。皆さん盛大な拍手。からはですね、神戸医療福祉専門学校三田校とのコラボがこう続くんですけども、やっぱりこう医療の分野ってなかなかこれから高齢化社会が進んだり、まあ、そうじゃなくてもやっぱり怪我する人はね、どうしても出てくる中で、大切な分野だと思います。なのでこうもっともっと知ってほしいですし、もっともっと興味を持ってほしいなというふうに個人的にも思うので、ぜひ、いろんなそういう専門職の方々を紹介するので、最後までご覧になってみてください。では早速どうぞ。はい、ではこれから校舎一部校舎見学をさせていただけるということで、この学校には作業療法士科、理学療法士科、言語聴覚士科、救急救命士科、義肢装具士科の3年生、義肢装具士科の4年生、整形外科の7つの科があります。では、行きます。お願いします。はい、行きましょう。ここは1階ですね。はい。で、こちらここでいいの？はい、ここが、ここが日常生活活動訓練室という ADL 室。ということは作業療法士ですか？そうです。合ってる。はい、あとは義肢装具士科も福祉用具や、まあ、切断された方が畳でどういうお過ごしになられるのかについて学んだり、あと福祉用具プランナーというものも義肢装具士取りますので、はい、それでお風呂の異常ですとかトイレの昇降高さの設定をどうしたらいいのかっていうのもやらせていただきます。へえ、あ、ほんとトイレがある。で、畳があって、ここがお風呂、お風呂もある。すごい。よいしょ。かんです。どういう本が置かれてるんですか？買えなかった医学書ですとか、他の科の教科書も見れたりとかっていうので学生は使用していただいてます。ここに全学科の本があるってことですね？そうです。あー、楽しそう。まあ、医学解剖とかだったらもう理学療法士とか作業療法士とか義肢装具士が全て同じことを学ぶので、まあ、そこに関しては全く一緒かなと。すごい、英語もある。これが学会誌です。へえ、面白い。読みたい。じゃあ次は、ここはリハ室ですかね。理学療法士の人たちのリハ室。はい、はい、理学療法士科の部屋ですね。こんにちは。こんにちは。ここは一応病院のリハビリテーション室を想定したセッティングになってて、
置いてるものも全部、まあ、病院にあるものと同等のものを置いてあって、うちの学校の他部門の学生さん、他の科の学生さんと連携しながら、まあ、実際病院でやるじゃないですか。それの想定の部屋です。こちらは言語聴覚士科の実習室になっています。はい。この奥に聴力検査のお部屋があります。いいやつですね。はい、でもなんか健康診断で、はい、ボックスにしか入ったことない。でこのお部屋があの防音室になっているので、ドアを閉めたら音の聞こえ方が全然違う。高いなと思います。不思議。何これ？これはあの子供さん用の聴力検査の機械になっていて、そうなの？そうなんです。なんかちょっと今暗いですが、いる。おもちゃが入ってて、はい、聞こえた時に押すとこれがランプついて見えたりとかするので。でちなみにここがマジックミラーになっていて、その検査してるところを見れたり、上にカメラがついているので、そこでちょっと後で振り返りなどができたりするシステムになっています。ここはあの観察室で、さっきみたいにここマジックミラーになっているんですけれども、この隣が子どもの訓練室になっていて、見えるね。あ、こんなに明るいんだ、こっち。こっちから見ると、全然向こう、マジックミラーが見えないと思います。あ、見える。はい。なので、あの子供さんにお越しいただいて、実際に訓練とかをしているんですけれども、そういう時は、まあ、子供さん自身はこう、まあ、見られてる感じはあまりなく、はいはい、あの訓練をしていて、で、実際にこっちで学生さんがこう見学したりとか。本当病院みたいな。でもチャイムが鳴るかな。学校です。確かに現実に戻されるし。学校です。次はここは3階ですね。のの、まあ義肢と靴のフロアになります。あ、なんか授業中だよ。いいの。ここは何の部屋ですか。ここは再形室と言いまして、はい、多分あのちっちゃい小部屋がいっぱいあると思うんですけど、はいはいはい、診察室を催してます。え、あの診察室？診察の室。病院の？そうですそうです。技師装具者はこの中で、まあ、全てのことをやらなきゃいけないので。この台は何ですか？それベッドです。え、だから下に一応足置き台が。ここに、あ、出てくる。はい、出てきます。そうなんだ。で、このだだっ広いところは、まあ、患者さんが来て学生が自ら作るので、はい、それを履いて歩いてもらうためにこんなに広いですとか、あと車椅子の授業とかでもこちらを使用してます。へー。続きましてラミネーション室ですね。はい、どうぞ。こちらではあの義足のソケットを中継するので。中継って何ですか？アクリル樹脂、はい、ドロドロしたものを硬化剤と一緒に混ぜると熱で固まるっていう固まるときにちょっとやっぱ体には、まあ、悪くはないけど良くもない、臭い、すごい匂いが出るので、一応こちらの頭にかぶるやつとか、その支柱。え、これ本当に頭にかぶるの？あ、かぶんない、かぶんない。これで匂いを吸ったり、こちらの穴から匂いを吸ってもらうっていう。じゃあこれを手元近くに置いてっていう感じですか？はい。へー。そこはもう義足のパーツがいっぱい入ってます。すごーい。あ、バルブね。あ、足？そうですね。左右とサイズと。あ、おいしい。こちらは機械室ですね。あ、でこっちの壁側のやつは一応靴下がメインで使用してます。はいはいはい、でこっちのいっぱいあるやつは義肢下が。うーん、何のやつですか？こっちはでもグラインダー系っていうか。そうですね、グラインダー。こっちは？こっちはカービングです。カービングって何ですか？カービング一緒です。あ、あ、そっか。そう。あー、なるほど。え、これで何を削るの？
ここであのソケットを削ったりとか、あはい、もう何でも削れます。すごい。でこちらあの技師実習室というところですね、はい、今ちょうど授業やってるんですが。何中ですか？今は、再試験の準備をしてます。これ何を作ってるんですか？これはあの義足足が入るソケットっていう。あ、これがソケット。そうなんです。あ、これは膝下の人のやつですか？そうです。あ、こっちも？そうです。この工具箱って個人のものなの？はい、1人1個ですね。同じ工具がみんな1個。え、それはワンセットで入学した時に支給されるんですか？そうです、そうです。はあ、あそこに刺して、はい、修正をしてますね今。なるほど、すごい。なかなか見れないから、うん、こちらは、救急救命士科があって、救急車も置いてて、今、特別に光らせてもらいました。すごい。すごいね、学校に救急車があるってすごいね。はい、こんな感じで、学校の一部を見学させていただきました。なんか廊下は絶対的に一緒なのに、扉を開けた瞬間、いろんな世界が広がってて、すごい面白かったです。学校の YouTube もあるので、そちら概要欄に貼っておくので、ぜひそちらからいろいろもっと情報を見たい方は見てください。はい、ではこんな感じで終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあなんか現地で働くための手段は、道はどうしたら作れるんだろうっていうのを探って、海外でも働ける資格は何だろうとか、女性でも出産結婚があってもなんか働けるのは何だろうとか、もちろんいつまで経ってもじゃないですけど、いつまで経っても商売に走るとかじゃなくて、でもベースはその人のために最善尽くしていいものを作るっていう意識は持っておいてほしいなっていうのは思います。